はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数2の三角関数を含む方程式不等式丸1をお送りします。で、前回までねグラフずっとやってきましたが、ここから方程式と不等式を解いていきます。で、まずこっちは方程式だけですね。次が不等式始まるんですけど、で、今回は3問となっておりますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。では、行きましょう。で、今回は方程式です。さっきも言ったようにね。で、方程式を解いていくんですけど、まず、θ の範囲が指定されていて、0から 2π です。まあ、0度から360度ってことだね。で、もう一個が、また、θ の範囲に制限が、また、制限がない時の解を求めようというのが、まあ、ワークとか定期テストとかでたまにこう出されるタイプだね、この言葉の出し方は。ですが、まあ、気にせずにやっていきましょう。で、まず、サインです。で、これは、まあ、最初ね、丸1なんで、すごく簡単なのを持ってきてるんだけど、サイン θ が2分のルートサインになるの、いくつって。で、これも暗記してる人は、60度と120度の時でしょみたいな。三角比の時にやってるからね、数1の時に。だから実はそれで OK なんです。本当は。でも、この後の、あと次回から始まる不等式の方で、やっぱり単位円を使って考える癖をぜひつけてほしい。ので、一応書きます。今回3つとも。だから、どうやるかっていうと、特にも三角比とか、この三角関数があんま得意ではない子は、特にね、こう単位円、をこう書くと。で、サインっていうのは y 座標でしょ。で、y 座標が2分のルート3。2分のルート3って、2分の1、ルート2分の1、2分のルート3って離れていくから、一番遠いとこなので、ここね、俺がよくやる。一番近いところ、中間、遠いっていう話をするんですけど、遠いとこだから、まあ、こことここ。本当はもうちょっと上がよかったね。なので、こことここになります。で、まあ、さっきも言ったように、サインシータが2分のルート3って、この60度のところと、120度のとこなんだよね。で、ここでは60度って書き方ではなくて、π を使って必ず書きます。ここが π になってるしね、シータが。だから、答えとしては、シータイコール60度です。で、60度っていうのは、3分の π だね。で、もう一個。120度っていうのは、3分の 2π。だから、これが正解になります。で、もしこの直し方がなんだっけなって思う場合は、下に180をつけてください。60度。直したかったら、下に180度つけた後、π ね。で、約分すれば3分の π になるからさ。こうやって直すと。で、普通に答えるんだったら、これです。3分の π も3分の 2π もこの範囲に入ってるから。いいね。で、もう一個、その θ の範囲に制限がない時の答え方。で、これに関しては、これ2行入るかな、下。あ、ギリいけそうだね。で、書き方があります。で、まず3分の π の方から書くと、3分の π プラスです。で、この後に、2lπ っていうのをつけます。で、もう一個。n は、整数と。いい。これが一つの答え。で、もう一個。3分の 2n。3分の 2π だ。の方もあるから、これと、もう一個一応書いておくか。θで。3分の 2π。プラス、同じです。2lπ。で、ごめん、省略するよ。π は整数と。下は入ったかな？はい、OK。これが θ の範囲に制限がない時の答え方の答え、答え方。いいかな？で、これどういうことかっていうと、結局、2lπ、これ何かっていうと制限がないんだよ、θ に。つまり、無限にどこでもいいっていう。最初制限があるから、0度から360度で終わるんだけど、制限がなかったら、一周してきて、420度でも OK だよね。360度、60足して420度でも OK。もう一周してきても OK なんです。何周しても OK。制限がなければ。で、ってことは、2lπ、これ 2π ってのが360度なんで、
n が1だったら360度足します。1周分足しても OK。 n が2だったら 4π なんで2周しても OK っていう。だから何周しても 2lπ を付け足しておけば何周しても同じ答えが出てきますよっていう、っていう書き方になります。いいかな、これは答え方、制限がないときにね。で次がコサインで、これはまずコサインがね、コサインシータイコールになってないんで直します。で1を持ってきてマイナス1で2で割ればいいから、ちょっと上いくよ。コサインシータイコールマイナス2分の1になります。であとはこれを解いていく。でもちろんこれもね、さっきみたいに暗記してればいいっちゅう話なんですけど、でもね単位円でいきましょう。まあ、こうなると。でコサインは x 座標です。で2分の1です、まあ、マイナスだけどね、2分の1だから一番近いところで、マイナスだからここになります。ここでここの上と下、この部分とこの部分と、なのでこれ、まずこれが120度です。ここ90から30度いったところね。で、この部分は270から30度戻ったところになるから240度の位置になります。で、分かればあとは同じです。直すだけだからね。まず普通のこの範囲のね、答え方でいくと120度はさっきと同じで3分の2倍になります。で、もう一個240度、これも180度下にね、つけてもらえれば3分の4かな、3分の 4π と。これで OK です。すごい右上に上がってる、ごめんね。で、あとはその θ の範囲に制限がない時なので、これもさっきと同じ、ちょっと狭くなっちゃうけど、まず3分の 2π プラス 2nπ です。で、ここがね入らない気がすんな、ごめんね、ちょっと省略でいい、同じね、 n は整数になります。で、もう一個3分の 4π プラス 2nπ で、括弧 n は整数ですね。で、これも cos は 2nπ、 360度で一周してきたらまた同じところに戻ってくるから、だからこういう書き方をしてくれば OK です。で、ラスト、タンジェントですね。で、これもまず、式直さなきゃいけないので、ルート3で割れば OK か。で、割るとタンジェントシータイコールルート3分の1と。で、あとこれをまた単位円で書いてやっていきましょう。ということで、で、こうなる。で、タンジェントっていうのはルート3分の1、ルート3って変わっていきます。だから一番こう傾きが低いところ、ルート3分の1は。で、そのプラスの方なので、まあイメージの一番これね、緩やかなやつで、こことここで一番緩やかなとこだから30度です。30、45、60って上がってるからね、こっちも全部そうだけど。ってことはここも180から30下がったとこだから210度になります。で、この2つの場所が分かっておけば OK なので、 θ イコール30度直すと6分の π です。で、210も直すと6分の7か π と、こうなります。で、タンジェントの時だけこの、ね、制限がないとちょっと気をつけなきゃいけなくって、これ1個だけなんです、答えで。こっちを使います、少ない方、あ、ちっちゃい方ね、 π プラス 2lπ ではなくって、ここ 2nπ になります。で、 n は整数は一緒、ちょっとまた省略でごめんね。これで OK です。で、まずなぜかっていうと、これですね、サインとコサインっていうのは、まあ、あのグラフの時の周期もそうなんですけど、周期 2π じゃないですか、 2π で戻ってくるんだよね。だから 2π をこうぐるぐるしても、 2π をいくつ足してもまた同じになるから OK なんです。でも、タンジェントって周期が π なんだよね。だから一周ではなくて180度すると同じになる。で、どういうことかっていうと、
ここの傾きと180度足したとこってここでしょ。だから同じになるじゃん。一周しなくても180度同じだから。もちろん一周してきたら同じだよ。だから nπ180 度足していくと。でもう一個、6分の 7π はなんで書かなくていいかっていうと、これ n に1を代入したら6分の π 足す π で6分の 7π になるんだよ。満たしてくれる、こっちも。だから少ない方プラス nπ だけ書いてくれれば OK です、タンジェントに関してはね。という感じになります。で、例えばなんですけど、これね、あのこっちの下の方で、あ、OK 消しちゃったよ、ちょっと待って、指が引っかかってしまった。これで見えるかな、よいしょ、大丈夫かな、ごめんね。あのこっちの時に例えば240度っていうのを、いやマイナスの方が早いしってことで、マイナス120度って考えることもできるよね。240度のことって、マイナス120度で、マイナス120度をその180度、あと π の方を使って直していくと、いくつだ、マイナス3分の 2π になるのかで書いたら×になります。ここマイナス3、こっちだね、マイナス3分の 2π。 なぜかっていうと範囲がこれだから。θは0から 2π で表せと言ってるので、マイナスは含めてません、表現として。だから必ずこっち周りで書きます。でもちろん問題によっては、例えばマイナス π から π ってなることもあります。いい、マイナス180度からプラス180度まで、だからこっからスタートする感じ、こういう感じ。そしたら今の書き方で OK になります。入ってるから範囲がね。でも基本的にはこれがやっぱり標準だと思っているので、いい、答えるときはこっち周りでちゃんと考える方がいいです。まあここの範囲に合わせてっていう話なんだけど、いいかな。では今回は高校数学数2の三角関数を含む方程式不等式丸一をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回はさっきもね、さっきじゃない、最初にもね言ったように、今度は不等式やっていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。もうじゃあ今回はこれで終わります。以上です、ありがとうございました。